中国のコレクションの歴史の中で最も高価な10個の磁器を所有しているのは誰ですか？中国の磁器には1年以上の歴史があります。今日は中国のコレクションの歴史の中で最も高価な10個の磁器を見てみましょう。最初の名前はチングチアンロング、パステルをくり抜いた、縁起が良い回転ボトル、5億5000万元。2010年、英国のレインブリッジオークションハウスは、新王朝の冠高期にパステルをくり抜いたパステルを販売しました。これは縁起の良いものであり、心を変えるボトルと手数料は5億5000万人民元の高値に相当しました。は、中国古代陶磁器のオークションで一挙に新記録を樹立し、取引価格もこれまでの中国美術取引の世界最高額となった。買い手は、業界当局によって中国本土からの収集家であることが確認されました。2位は名声家トナトリツボハイ、2億4900万。2014年4月8日、メインタンコレクションの名声家ドゥカイチキンクロックカップは、サザビーズ香港の中国陶磁器と工芸品の春のオークションで、2億8124万香港ドル、約2億4900万元で落札されました。博物館、創設者劉生庵。3位は北宋の女妖、天行幽亜来、2億5000万元。2017年10月3日、サザビーズ香港で開催された、純野チンナイング、LE コンタンブコレクション、ソングコーセレーン貴人のオークションで、手数料2億9430万香港ドル、約 250.6600万元。アジアの個人コレクターが獲得しました。4位は遠征白稽古、夏山土売り、2億3000万。2005年7月12日、ロンドンのクリスティーズが開催した輸出向け中国陶磁器、美術工芸品のオークションで、1400万ポンド、委託後は1568万8000ポンド、約2億3000万元で落札されました。世界最高のオークション記録。この壺は世界的に有名なコレクターであり、英国のアンティークディーラーであるエスケナチによって購入されました。5位は、真の冠高、首の長い瓢箪の瓶で、淡い黄色の血とケーキの上に異色のアイシングがあり、長寿と延長の絵が描かれています。2億2630万。2010年10月7日、香港のサザビーズで開催された中国の磁器と手工芸品のオークションで、45回の入札の末、最終的に香港のコレクターであるジャン・ヤンゼン氏が2億5266万香港ドル、約2億2630万元でボトルを購入した。6位北宋の女釜ひまわり水仙混遊1億8390万。2012年4月、香港のサザビーズで開催された中国の磁器と手工芸品のオークションで、北宋王朝の900年前の RU 釜、紺碧の竜のひまわりウォッシュは、34回の入札の後、最終的に電話入札者によって入札されました。2億786万香港ドル、約1億8390万元で購入。7番目の名前は、明英楽、青と白の如意梅の花器、釣り方、織り枝、花と果物の模様。1億4920万。2011年、香港のサザビーズで、メイインタンが収集した方が垂れ下がった枝に花と果物の模様が描かれたメイ英楽の青と白の梅の花器が1億6866万香港ドル、約1億4920万元で落札された。8位は真の乾隆帝作、エナメル色の杏林と春のツバメ丼、1億3380万元。2006年11月28日、香港のクリスティーズで開催された中国磁器と手工芸品の秋のオークションで、香港のコレクターである張栄珍博士が1億5123万香港ドル、約1億3380万元で落札しました。大工の称号、乾隆帝の放浪色のハンマー花瓶、1億2450万。2010年10月7日、サザビーズ香港オータムオークション、王潤再清宮王室磁器コレクション、特別オークションにて、
1億4066万香港ドル、約1億2450万元で落札され、買い手は不明でした。10番目の名前はキチラン塗装金性別パステル花柄アンフォライチ 1.1809 億です。2006年クリスティーズ香港オークション大富穂、キチランの古いコレクションが金色に塗られ、封建されたパステルカラーの花模様のアンフォラが1800万2500ドル、約1億1809万元で販売され、買い手は不明。 YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録、共有、コメントを残してください。